金曜日、皆さんこんばんは。ハロー、ハロー。見てこれ、アンネちゃん今日ね、トナカイなのかサンタなのか、どっちなのかいっていう、サンタなのかどっちなんだいっていう、かわいい、かわいい、かわいい、ごめん、はーい、あんちゃんだよ、あんちゃんだよ、サチコ、今日サチコする、今日なんかあのちゃんとしたサンタ服じゃなくて、一人だけ今日はちょっとなんかあの、やー、服系で、いやー、ちょっとすごい、やばいな、今日ヒロシ出ないですね、すみません、今日はヒロシ出ないですね、すみません、今日ヒロシ出ないんですよ、ヒロシ言うとみんなカチカチになっちゃうんで今日はホワイティはブラックサンタにしてみました。かわいい、かわいい、セクシー、セクシーですか、落ち着いた私は多分見たことあるね、みんなね、サンタです、サンタガールです、あ、でもサンタガールだったりおじさんだったりトナカイだったりちょっとおだまし ついさっきの完成品なんですが、あ、いい匂い、ベリー、手作りケーキを作ってきました。これ泡だけだね、見えるかな、あ、音いっていいですか、これ JMO って一応上に飾りを入れたのですごい、できますね、 JMO ケーキなんですよ、これ、すごくない、すごいよこれ、私感動したもん、このポッキーをちぎって字にしたっていうね、ポッキーをちぎって、あ、マジだ、すごいよねこれ、すごっ、なんか早く食べたい、さ、キノコとかさ、タケノコ植えたからさ、うん、え、すごい、すごい、なんか本当にすごい、秋っぽくなっちゃう、そう、これやばい、ずっとさっちゃんがケーキ作ってて、マジすごい、本当すごい、そう、あんちゃんと私で飾り付けしてしたんですよ、今日、ね、かわいい、すいません、皆さん食べちゃいますね、おいしそう、あ、で乾杯までだよ、みんな、はい、グラス持って、グラス持っていきまーす、はい、じゃあね、今年も、うん、もう終わりですがね、そうですね、皆さんね、来年もね、よろしく、これなんか締めの言葉みたいなね、まだ締めちゃダメだよ、まだ締めちゃダメだよ、ね、これからね、うん、さあ、じゃあね、JMOチャンネル始まりましたね、はい、皆さん、ガンボー、メリメリク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 リ、うまい。ああ、ああ、すさまじい飲みっぷり。そう、私またね、スペアリブ作ってきたの。ああ、やったやった。美味しかったよね。ジェモ大忘年会で、そうそう、大忘年会で。あんちゃんスペアリブ作ってきて、私食べ損ねたんで今日ね。そうね。山さんも食べそびれたって聞いたから。山ちゃんと。あ、ね、せっかくだから、今日私ね、もつ鍋作ってきたんです。ママと一緒にこれ。今日ちょっとね、焦がしたんだよね。え、超うまそう。ね、焦げたぐらいが美味しい。え、いいかな、うん、オープンザタッパー。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 ちょっと待って、これ汁物だからさ。めっちゃもつ煮なの。これね、すごい野菜いっぱい。マジもつ煮。そう、でもね、だからちょっと女の子いっぱいいるから、お母さんがね、野菜いっぱい入れようって言って。ほんのり温かい。そう。あ、なんかレンチンすればよかった、ね。あ、ね、あまり傾けたら汁が落ちるから、あれだけど。ありがとう、ごめん、さっちゃん。いいんだよ、うんね。いっぱい入ってる。いろんな具が入ってる。そう、もつ鍋なの。見て。見える見える、黒いでしょ。さあ、なんかちょっとグロテスクに見えるけど、すごい美味しいんですよ、うん。なんかね、めちゃめちゃいい香りする。そう、今日ね、キャベツとかね、ニラとかね、いっぱい入れたの、もつ煮。え、なにこれ、女子会みたい。やばい、これ女子会。え、ちょっと、なにこれ。ワクテカ、ワクテカ。ワクテカ、ちょっと。ワクテカ、ワクテカ。すいません。反省会しよう。うん、しよう。今年の。ね、じゃあ私から行きます。うん。ま、来年はこうしないみたいな。今年までは、今年までの行動みたいな、うん、まず酔っ払って記憶をなくさないっていうのが一つとあとドライヤーを直す直すの、それ直れんの、なんかね、あのイメージ DVD を最近作ってもらったんですよ、うん、はい、あの冒険王のね、山ちゃんさんに作ってもらって、欲しい、いいな、で、それをあの売ったんですよ、うん、で、早速買ってくれる方が何人かいて、うん、で、それまだ自分が見る前に売れたんですね、うん、だから自分の出来をよくわからないまま売って、で、感想を聞いて、自分ちゃんと見た方がいいよって言われて、うん、で、見たんですよ、うん、そしたら、なんかね、ドライアイだし、なんかね、映像外だったから、もうね、うん、パチパチ、なんかね、すごい緊張してて、余計パチパチしてる、あ、パチパチしてるドライアイってこと、ね、やったらね、こう、なんかね、瞬きがね、あの多くて、
すごい不自然なね映像になったんじゃないかなと思って。なるほど。そうだからドライアイをまずね直して、ドライアイを直す、変なこう癖を直す、あとパチパチする。うん、さあさっちゃんの反省が終わりました。終わった終わった、うん、とりあえずこの2つかな。ホワイティー、ホワイティー、ホワイティーの反省は、うん、ですね、白さをなくすっていうのと、あ、いいね、黒くする。来年は、来年はヒサロに行かないですよ。行かないよね。行かないですよ。行かないんだよ。なんだろうな、何を言わなきゃいけないの？自分の直したいところ、うん、まあ、なんか今年の、なんていうの、活動で。活動で。まあ、全然振り返ってもいいし。そうですね。うん、でも今年は今年は、JMO さんに11月に入って、うん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 、でまだ入ったばっかりなんですけど、お仕事もいくつかさせていただいて、うん、でなんか今年やらせていただいたのは全部、うん、映像の演技のお仕事だったんですけれども、うんうん、いいねいいね、近い、2012年は、うん、2012年は、うん、もっといろんな幅広くお仕事していきたいんで、うんうん、できるよ、はい、できるよ絶対できるよ。何やねん何やねん自分ら今年はもっといっぱい映像のお仕事ももちろん、役者さん目指してるのでやりたいんですけど、ちょっと撮影会とかもやらせていただきたい。やろうよ、3人でやろうよ、やろうよ、やろうよ。私もゴルフボールとかやらないでください。大丈夫、貧乳好きもいるから大丈夫。やだ、貧乳って言わないで。いや、貧乳はね、貧乳はね、国宝なんだよ。じゃあ、ね、次はね、アンデさんで、私で、アンデさんで、待って、反省か、うん、なんでか芸人向けになっちゃったこと。なんで笑うの？確信犯ではないんだ。流れでそうなっちゃったみたいな。今年は、うん、事務所が変わった年 で、うん、でそれからお仕事が増えて、うん、いろんなことさせてもらって、うん、ユニットにも入ったし、うん、21日にね、CD デビューしたし。お、なになに、それってもしかして、はい、これですか。じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、そう、21日になんと全国に CD 発売されました。すごいね。まあ、我らがモイですよ、モイ。モイ。モイ、モイメモリーズオブユーですよ。すごいですね。はい。まあ、ガンガン聴いてる。ありがとう。そうなんです。これからもね、どんどん頑張っていくんで、皆さんよろしくお願いします。もう宣伝入っちゃったね。ありがとうございます。正直ね、うっかり入っちゃったね。うっかり入っちゃったね。反省会か。反省会。あ、おかしい、私ね、うん、昔の音楽でやっていきたいと思ってずっとそれ言ってきて、うん、で、私アーティストなんだよ。ほう、アーティスト。え、詞書くし、そうだったの、曲書かない。そうだよ、詩書くし、あ、そうなんだ。そう、歌、真面目な、バラード、うん、ほぼバラード専門でやってたんだ。バラード専門なんだね。そう、バラードやってたの、私。ね、いろんなライブハウスやってて、うん、今回ユニットが、まあ、アイドル路線じゃないんだよ、結構。結構ね、かっこいい系なんだよね。かっこいい系で、で、やらせてもらってて、そう、なんでかね、なんかこの、ジェンモチャンネルに出るようになっちゃって、で、なんか芸人、扱いがね、なんでか、ね、でも大事だよ、バラドルね、バラドル、うん、ね、あんちゃんのキャラ大事、好きだよ。あら、本当に、うん、あら、キュッ、あざーす、あざまーす。ちょっと皆さん、ね、来年は、うん、1月の6日ですね。1月の6日、うん、6日になるんですよ、はい、で来週がね、もうないんで、うん、ちょっと寂しいですけどね。でもさ、最後の放送3人でやれてよかったね。よかったね。あんまり来たよ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。2011年、また来年よろしくお願いします。新年もよろしく。頑張るね。また